久保さん。さっきですね、ちょっと音声対談を取ってたんですけど、24歳の子ですね。まあ僕の熟成参戦、ね、ドリームアカデミアの。で、先月、その100万、あの、超えたっていう報告もらったんですけど、で、まあ対談してて、で、最後、聞いてる人にちょっと一言なんか言葉、自分が好きな言葉をね、シェアしてくれみたいなね、言ったら、24歳の子ですよ。 24歳の子が、どんな言葉をね、最後に発したのかっていうね。う興味深いんですけども、24年しかまだ生きてないんですね。久保さん、久保さん48年。<laughs> 僕38年で、もう14個下なんですよ。10、14個下だから久保さんだと24個下。久保さんから見ると24個下の子が、何言ったかっていう最後にね。これ痺れましたね。いや、凡事徹底ですね。みたいな。 <laughs> 24の子がね、凡事徹底ですよって言ってね、ちょ嬉しかったんですけど。で、まぁ、あ、あの、まあ、テーマは凡事徹底なんですけど、えー、っと、僕たちって天才じゃないっすよ。まあて、まあ、これ見てる方は天才だったらいいんですけど、別に。まあ、ほとんど凡人じゃないですか。僕なんか凡人以下ですよ。ね。あの、面接し、就活してね、10社以上ね、不採用でね、あの、面接官に、 君はね、アルバイトでもうち取るの難しいねって本当に言われましたからね。これずっと言い続けますけど多分。忘れないんで。絶対これは、これを忘れることはないですね。多分あんま言われることないと思うんですよ。面接してんでね。君ちょっとバイトじゃんもう無理だねって。あまみたいな。もう、もう、面接終わった後ね、こんななってましたからね。<laughs> こんななってましたよね。<laughs> そう、オートバックス。オートバックスですよ。オートバックス。<laughs> いやー、あれ忘れないですね。 うんだから僕なんかはもう、もはやもう凡人ではなく、凡人以下なわけですよ。バイトでも無理言われたので、凡人以下ですよ。だからそんな僕が、ね、あの、普通に、なんだ、成功したいとか、他の人と違う生活をしたいと、思うんであるならば、それは、あの <laughs>、徹底的にやるしかないですよね。しかも、天才じゃないから、ね、なんかその、なんだ、 誰もができるようなことをやるしかないですよ、まずは。まあ、今はね、あのー、なんだあの、できないこともね、ね、初心者の人ができないこともできるかもしれないですけど、まあ、最初なんかそう、それしかないわけですよ。だから僕なんかね、一番最初、ネットビジネスの会社入った時に、何も右も左もわかんないわけじゃないですか。で、その中でね、上の人に気に入られるためにどうしようかって考えた時に、何やったっていうと、トイレ掃除ですよ。もうトイレ掃除1時間半やりましたからね。<laughs> そうじゃないですか。右も左もわかんない。何もわかんない。じゃあ上から気に入られるためにはどうすればいいのか。まあその時、事務所のね、トイレが汚かったんで、もう1時間半ね、もうこれ絶対誰が見てもめっちゃ綺麗やって思わ、思わせるぞっ、つってね。めちゃくちゃ磨きましたからね。1時間半。もう本当に隅の隅まで超磨いて。で、次の日社長出勤してきて、お、なんかトイレ綺麗になっとるけど誰が、僕です、みたいなね。<laughs> そう、あの、なんだ、あの、 スラムダンクの桜木花道が、スラムダンクの桜木花道がバスケットボールを磨いて、桜木って書いてるような、そんな感じです。<laughs> 俺やったぜ、みたいな。<laughs> もうほんとそんな感じですからね。もう、だから、誰もが、トイレ掃除できるじゃないですか。<laughs> いや、ネットはよくわかんない。でもトイレ掃除はできた。でも1時間半が見えがきましたけど。そう。まあ今もね、やっぱその、誰もができることを、まあ、なんだやってますよ。 一人一人の動画とかね。別に、これ、やろうとばみんなできるはずなんで。うん、だ僕自身も、まあ、独立してずっとビジネスやってますけど、やっぱり、誰もができることを誰もがやらないレベルでやるっていう。やっぱ、ここはまあ、基本的な中心はありますよね。うん。だ基本しかやってないですもん。まあ、いろいろ難しいこともできるし、やってきたし。だけど、うん。ぶっちゃけ、基本しかやってないですね、今。 うんじゃネットビジネスの基本って何かっていうと、日々発信する。そうじゃないですか。発信しなければ集客できないんで。基本ですよね。で、じゃあ、その、発信しました。で、来たお客さんに対して、ワンツードを取る。<laughs> で、あと基本、何かっていうと、セールスをする。ね。フリーコンテンツを作る。集客をする。来てくれた人に、登録ありがとう。動画を送る。信頼を作る。商品を売る。 基本ですよね。これ基本じゃないですか <laughs>。それをただひたすらやってるだけなんですけど。だからまあこのベースは僕もやっぱ変わらないんですけれども、多分まあブレることないですね。本当にブレることないです。多分ずっとやります。だから事件が起きて、何か事件が起きて、僕のチャンネル登録者数が100万人とか300万人とかなったら、ね、1日例えば1万人からメッセージ来るとかね。 まあちょっとそれは無理ですけど、対応できないですけど、まあそれは多分ないんで、なんかずっとやってみきます、これ。だから多分、あの派手、派手ではないんですけど、まあずっと、まあ、ビジネスはできるんじゃないかなと僕は思ってます。うん。そう。だからね、その24歳の子がね、若干24歳の子が最後、凡事設定っていう言葉を出してきたのは、ちょっとね、僕はね、感動しましたね。嬉しかったですね。そこで、そこの境地に立っとるか、みたいな。 で、彼がじゃあなんでその凡事徹底っていう言葉を出したのかって深掘りして聞いたんですけど、まあ彼が言った言葉は何かって、な、言ったことは何かっていうと、まあ結局、結局、成功してる人とか結果で出てる人はみんな凡事徹底してると。うん。だから自分もやるしかないと。ただそれで言いう。だからそこに気づけたっていうね。うん、こと言ってましたけどね。だからでも24歳にそこに行けるっていうのはすごいですね。 だからね、久保さんも以前言ってましたけど、なんで20代でやってなかったんだみたいなね。いや、僕もそうですよ、なんか。まあ今、まあ今、ここに立てたんでよかったっすけど、なんか振り返ってみると、うん、もうタイムスリップして戻れないじゃないですか。だから気づいたら僕もあと2年で40歳ですよ。で、あと10年たったら50じゃないですか。だって、あと12年50なんですよ。 50ってまあまあ、久保さんあれですよね。久保さんには申し訳ないですけど。ぶっちゃけもう50って人生のもう半分以上いってるじゃないですか。まあ80年だとするならば。平均寿命80年ぐらいですよね、多分。じゃもう半分以上経過してますよね。<laughs> そう。で、あと残りの10年とかもうよぼよぼでも、もしくは寝たきりになってるかわかんないじゃないですか。病気にかかって。ってなると、本当に20代でそこに行ってるっていうのは、 もう、羨ましくしゃあないですね。20代でね、100万ぐらい普通に稼げてね。なんかその、100万稼げてるのに、<ん>それなんか100万感じるみたいな。いや、あんま今もう全然感じないっす。みたいなね。全然100万稼げても、あんま大したことないと思ってます。みたいな。マジか !24 でそこ行ってるかみたいなね。普通100万越した稼げたみたいになるじゃないですか。いや別に普通みたいな。<laughs> ま、やることをただやってるし、みたいな。普通なんですよね。 いやー、羨ましかったですね。だから、あのー、若い子にやっぱ負けないためにも僕もやらんとあかんなっていう、この、すごく刺激もらったんですけど、まあ、久保さんもね、あの、僕の10、10僕が10歳下だから、まあ、若そうに負けてられんぞみたいな感じでね、やっていただいてる部分あるみたいですけどいや僕からするとね、14個下の子がそんな感じなんで、俺、僕もそうですよ。クソみたいなね。<laughs> <laughs> 俺もやらんとあかんなっていう。 だからその24歳の子から学ぶみたいなね。やっぱ大事だよね、みたいな <laughs>。いやー、ちょっとね、ちょっと痺れましたね、最後の言葉は。うん。いや、ほんとね、凡事徹底しかないので、凡人が成功するためには。他にないですよ。凡事徹底しか僕はないと思います。凡人が成功しないんだったら。うん。いってらっしゃい。